まあ、雰囲気もそうですけど、具体的に監督が戦術的に守備のトレーニングだったりっていうのを細かくやっていくっていうのを言ってくれているんで、それを選手たちは、監督の言っていることを体現できるようにっていうので、まあ、練習に取り組んでいるところですね。まあ、みんなある程度感じて、それを声に出して言っていたのは、やっぱ質の部分ですかね。最後のクオリティシュートを決めきるところ、最後のパスの精度っていうところは、みんなすごく、まだまだ足りてないっていうのを感じていると思うし、それをまあ指摘し合っているところだとは思いますね。はい。それを試合でできるように練習からやっていきたいなと思います。やっぱりプレッシングも甘かったですし、誰がボールにチャレンジしに行くのかっていうのもはっきりしなかったところがあったのでっていうところで、まあ、スライドを早くしてボールホルダーへのプレスだったり、まあ、フリーで上がってくる選手に対して誰がついていくのかっていう、ある程度の決まり事っていうのを監督が作りながら、今週の試合に向けて、まあ、修正していくっていうところだと思います。やっぱもっとアグレッシブに戦わなくちゃいけなかったなと思いますし、受け身になりすぎた感覚は前半から見てても思ったし、あれだけ受け身になってしまうと、まあ、チャンスは多く作れなくなってしまうのかなという印象でした。もっとボールを奪いに行く姿勢だったり、まあ、ゴールを取るために守備をするっていうのをもっと、なんていうか、全選手がやるべきだったかなと。思います。もちろんクオリティの高さっていうのは川崎フロンターレあると思いますけど、まあ、そこまで難しいことをやっている印象はなくて、僕たちにもできると思うし、その意識次第なところもあると思うので、そこでもっと相手の自由を奪ったり、相手にとって嫌なプレーをしていくっていうのが大事だったかなと思います。前回の試合で肌で感じたことっていうのを練習から、意識していかなくちゃいけないし、切り替えも早かったですし、プレースピードも川崎フロンターレの方が早かったですし、そこからの最後の質っていうところもあったところで、自分たちが目指すべきところ、上回っていかなくちゃいけないところはそこだと思うので、まだまだやるべきことはたくさんありますけど、一つ一つ練習からやっていくしかないかなと思います。いや、全く、なんというか、自分が入ってすぐに3対0にされてしまって、大きな影響を与えられずに試合終わってしまったんで、まあ、試合を肌で感じることができてよかったかとは思いますけど、まあ、それを次につなげていきたいなっていう感じですかね。はい。これからにつなげていきたいなと思います。まあ、もちろんチーム、の中での役割を果たしながらチームに貢献していかなくちゃいけないので、自分のコンディションを上げることもそうですし、周りの選手たちとのコンビネーションだったり、自分のプレーを理解してもらうことも大事だし、やることは多いですけど、少しずつチームの輪に入っていけるように頑張りたいなと思います。まあ、ある程度は戦術としては浸透してきてるけど、まだまだ質の部分で足りないところもあるし、スピードだったり試合運びだったりっていうところはまだまだ足りないのかなと思いますので、これからまだまだリーグ戦続きますし、そういう中で、修正していける年だと思うので、まあ、公式戦を、無駄にしないように、この1年を無駄にしないように来年につなげていければいいなと思います。まずは前節の試合からのなんていうかリアクションを見せなくちゃいけないので、ホームということもありますし、試合の入りから積極的にプレーしていくことが大事かなと思います。それでリズムをつかんで、まあ相手に、この能力が高い選手は多いですけど、まあみんなで守ってみんなで攻めるっていうのを、できていた頃のプレーっていうのを思い出しながらやればチャンスがあるんじゃないかなと思ってます。